区長はニューヨーク市の5つの行政区の各区ごとに選挙で選ばれる公職である。現状の区長がニューヨーク市政府内で実際に持つ権限は小さいが、代わりに彼らは担当の行政区の重要な事案を調停する儀礼的な代表者として主に働く。区長は市長に対する助言、担当行政区の土地利用に関する意見、年間の自治体予算編成において、 区のニーズへの予算要求、地域委員の指名、区委員会の議長、及び様々な市の委員会の職務上のメンバーなどの職務を務める。彼らは担当行政区の市長機関、市議会、ニューヨーク州政府、公団及び民間企業に対して区の支援者として働く。彼らに対する規則はニューヨーク市規則の45編に記されている。 1898年1月1日、ニューヨーク市に、ブルックリンク、クイーンズ区、マンハッタン区、ブロンクス区、リッチモンド区の5つの行政区が創設された。これ以前は、ニューヨーク市とニューヨーク軍の範囲は同じで、マンハッタン区とブロンクス区を合わせたものであった。5つの行政区が誕生した時点では、キングス軍がブルックリンク、ニューヨーク軍がマンハッタン区とブロンクス区、 リッチモンド軍がリッチモンド区、クイーンズ軍がクイーンズ区となし総軍と同じ範囲となった。行政区の役割は軍のほとんどの役割を担うことを想定されたが、それらにとって変わるものとはならなかった。区長職は1898年のシティ・オブ・グレーター、ニューヨークの形成に伴って検証により創設された。後に記されたように、これは ニューヨーク市の統合以降も、古い自治体への地元の誇りと愛着を保つためであった。ブルックリンク町、ヨゼフ・ガイダーのメモリアル1899年1月1日、クイーンズ軍が分割され、一番東の3つの町は、ナスソー軍となった。1912年4月19日、ニューヨーク州議会は、ブロンクス軍をニューヨーク軍から分割した。 こうして、ニューヨーク軍の範囲は、現在のマンハッタン区の範囲と同一となった。市政府の中央集権機構と行政区役所のバランスを取るために、区長職は設立された。行政上の重要な役割としては、財政評価委員会の投票権を持っていた。この委員会は、市の予算編成の支援及び土地利用の監督、契約そしてフランチャイズに対する職権を持っていた。 財政評価委員会は、区長のほかに、市長、会計監査官及び、市議会議長から構成されていた。彼らはそれぞれ市民による選挙で選ばれ、市長、会計監査官、市議会議長は2つの投票権を持ち、5つの行政区長は1つの投票権を持っていた。1989年、合衆国最高裁判所は、財政評価委員会体、モリス裁判において、 財政評価委員会へ意見判決を言い渡した。これはニューヨーク市で最も人口の多い区は最も人口が少ない区よりも強い代表権を持っておらず、1964年の一人一票判決に順じて、この配分は修正条項第14条法の平等保護条項への違反であるとしている。試験証が1990年に改定され、 財政評価委員会は廃止された。区長職は存続されたが、大幅に権限を剥奪された。区の予算は市長、または市議会へと戻され、区内のプロジェクトのために、区長の裁量で使える予算は大幅に縮小された。区長に残された最後の大きな権限であった、ニューヨーク市教育委員会の委員メンバーの指名権は、この委員会と共に2002年6月30日に、 廃止された。区長に残された二つの主要な指名権は、都市計画委員会と教育政策委員会の委員メンバーそれぞれ一人ずつに対するものである。区長は在職中に区内の特定のプロジェクトの承認を一般的に行うが、1990年以降は区長は区の儀礼的な代表者といった地位となっている。公式には、彼らは担当区の事案に対して、 市長へ助言を行い、担当区の土地利用へ意見を提出し、年間の予算編成において担当区の要請を代弁し、コミュニティボードのメンバーを指名し、そして様々な委員会の職務上のメンバーとして働く。彼らは一般に市長機関、市議会、州政府、公益法人及び民間企業に対して担当区の擁護者として働きかける。 区長は一度選出されると4年の任期を持ち、連続して選挙に勝てば最大で3期連続まで務めることができる。2014年現在の区長は以下の表の通り、各行政区は区長、その区に所属する市議会議員、その区のコミュニティボードの委員長によって構成される区委員会を持つ。区委員会は月に一度の会合を開き、その区のニーズに使える。 彼らの仕事には、公聴会の開催、公務、公共サービスの業績に関する聞き込み調査の実施、市が保有する土地の利用や、区内での販売に対する助言などが含まれる。ニューヨーク市は59の行政地区に分割され、それぞれの地区ごとにサービスを行う、地域委員会が置かれている。コミュニティボードは地域を代表する集団で、ニューヨーク市民とその地域に対する擁護者として使える。 各委員会には最大50名の投票権を持つ委員メンバーが属している。委員は2年の任期を持ち、毎年半数ずつが任命される。何度任命されても任期数に制限はない。加えてすべての市議会議員は自分の選挙区に対応する地域の職務上の委員メンバーとなり、すべての委員会活動に参加することになっている。しかしながら、 市議会議員の地域委員会メンバーは委員会の事案には投票しないことになっている。区長は投票権を持つ地域委員会のメンバーを任命する。任命されるメンバーの半数は市議会議員によって推薦される。すべての地域委員会はそのコミュニティ地区内の人口がほぼ等しくなるように範囲が割り当てられている。彼らには広くは 試験証によって彼らが使える地区のニーズを熟慮することという役割が与えられている。この委員は地域とのコミュニケーション手段が非効率的であること、使える予算が小さいこと、技術的に遅れていることなどの制約がある。結果として、住民たちの多くはこの委員会は自分たちのコミュニティや生活にそれほど重要な役割を果たしていないとみなしている。客中、客中。 客中、1975年、リッチモンド区長は、正式に、スタテンアイランド区長と改名した。ニューヨーク、ローズオブニューヨーク1897-120、120セッション、チャプター378セクション2ページに、ジャクソン、ケネスティ、ザ・エンサイクロペディア・オブニューヨークシティ、ニューヘブン、コネティカット、ザ・ニューヨークヒストリカル・ソサイティアンド イェール・ユニバーシティ・プレス、ピアニッシモ、129、3 0 i s b n 0から 300055366? ニューヨーク、ローズ・オブ・ニューヨーク1899、12、ファーストセッション、チャプター588セクション1ページ1336、ニューヨーク、ローズ・オブ・ニューヨーク1912、135 19、13セッション。 チャプター548セクション1ページ 1352A.B. コーネルロースクールシュプリームコートコレクションボードオブエスティメイトオブシティオブニューヨーク V. モリスアクセストジューン 122006A. チャンピオンフォーブルックリンポールズハブレイズドビッグバックスフォーレースツービカムバロプレジデントバイロアクロガンジャニュアリー142013コンシュダーザニーズオブザリストリクトウィッチイットサーブスありがとうございます